は勇者の片手剣、ヒーローブレード。ご、またで。いろんなシリーズに出ているこの伝説の片手剣。初代モンハンではストーリー開始直後から岩に刺さっているこの剣を見られるんだけど、その時は抜こうとしてもびくともしないんだよね。三つの証が必要とか？それはゼルダの伝説ね。話を戻して、村の緊急クエストをクリアした後に挑戦すると、なんとあっさり引き抜くことができるんだ。もうなくなってますね。ただ肝心の性能は散々なもので、切れ味がとんでもなく悪い。武器の説明文も腹立ちますね。でもマスターブレードへと強化させれば、なかなかの性能になるんだ。おお。オンライン環境がないと作れない、超強力な片手剣に代わって、これを使う人も結構いたらしいよ。設定も相まって、使いたくなっちゃいます。そして G には、この武器の双剣バージョン、伝説の双刃っていうヒーローブレードを2本振り回せる武器があるよ。攻撃力も切れ味も超強くて、作中でほぼ最強の双剣なんだけど、作れるようになるのが、ラオシャンロンを倒した後なんだよね。それがどうかしたんですか？実は当時のラオさんのクエストの解放には、訓練場の全クリアが必要で、それができるくらいの頃には、G をほぼやり込み尽くしてるんだよね。だからこの伝説の双刃を入手しても活躍できる場所はあんまないっていう。それはちょっと残念です。まあでも味方を変えれば大量のクエストをこなしてきた、その戦果を称える特別な双剣とも言えるんじゃないかな。確かにそう考えると伝説の名も納得です。次はまさかのウサギ武器、ウルクスアルマス。ウルクススの素材から作る双剣、スノーツインズの強化版だよ。ウサギさん、やりましたね。ただ少し特殊なのは、強化前のスノーツインズには英雄要素が全くないことなんだ。どういうことです？まずスノーツインズの説明文を見てみると、白雪と雫、凍土で命を落とした双子の姉妹の名を持つ双剣、美しくも悲しき悲劇の剣と書かれているんだ。たったこれだけの文章ですけど、いろいろ想像しちゃいますね。対してウルクスアルマスの方を見てみると、とある民族の英雄が用いたとされる荘厳なる旧姓の双剣と書かれていて、強化元からガラッと内容が変わってるんだ。一体この武器に何があったのか。ガラッと扱いが変わるのが何とも不気味だよね。もしかしたらとんでもない陰謀が隠されているとか。これは確実に防秘密結社の仕業でしょう。続いてテオニャンアロー、勇気と希望の聖獣。テオテスカトルの素材で作る弓だよ。名前かっこいいですね。武器説明には、扱えるものは英雄とされると書いてあります。そりゃ固有倒して作ったんですもの。この弓はもともと7テスカトリの素材も必要だったんだけど、テオニャンのみ出てくるシリーズではテオニャンの素材だけで作れるんだ。出番の少ない悲しき妻。現にライズでは7ニャンがお留守だから、テオニャンの素材だけで作れるね。7ニャンの出番まだですか？ちなみにこの武器、性能面に優れていて、いろんなシリーズで猛威を振るっていた。だけど、なんと最新作ライズでは完全にマガド弓の介護官、クロスでだいぶ暴れてたからなのか、お灸を据えられてしまったよ。残念。と思いきや、アップデートで強化先が追加されて、普通に高性能な弓になりましたとさ。下がって上がって、大変な弓ですね。続いては、ザ・鎧。赤月丸シリーズ。大河ドラマに出てきそうですね。このシリーズの足装備を見ると、真の勇気を示した者のみが装備することを許されると書いてあるよ。おお、これぞまさに勇者装備ですね。説明とこの和風な見た目も相まって、めちゃめちゃかっこいい防具だよね。確かにかっこいいけど、他の防具は西洋風のが多いから、マルチで一人だけこれ着てたら、かなり浮いちゃいそうですね。ただサードとかライズの、和チックな雰囲気にはすごい合うから、その辺の作品で使ったら良さそうじゃない？かなりマッチしてていいですね。まあ、どっちの作品でもこれ登場しないんだけど、ライズはまだアプデに希望が。次は、ガリガリ君ソーダ味、氷河。氷結晶素材の片手剣、フロストエッジの強化版だよ。氷をただ削ったって感じの見た目ですね。武器説明を見てみると、北の小国を侵略した大軍団と単身戦った英雄の伝承に登場する剣と書かれているよ。超かっこいいじゃないですか。実はこの伝承には続きがあって、この英雄は氷河と似た双剣フローズンデスを持った実の息子に倒されてしまったらしいんだ。舞台裏ですごいことが起きてますね。こんなんもはや武器説明だけで小説が書けそうだよね。ところでこの片手剣の名前の由来なんだけど、剣についてるトゲが牙に見えたかららしいんだ。そのまんまですね。というかこっち側で切られたらめっちゃ痛そう。他にも余談として、氷河の強化元であるフロストエッジは、初登場のポータブルでは氷属性がなかったから水属性だったらしい。それ氷溶けてますよね。次はとんがりコーン装備、モノブロスシリーズ。その名前の通り、モノブロスの素材から作る防具だよ。これが勇者の装備なんですか？そうだよ。
ハンターたちの間では、モノブロスを一人で討伐することが英雄になるための条件だとされているんだけど、モノブロスの防具を着てるってことは、モノブロスを倒したってことだから、英雄だけが装備できる防具として選出したよ。なるほどです。モノブロスとかいう見るからにヤバい角を持った、クソデカ飛竜と一人で戦うって、普通に考えてすごい勇気がいるよね。確かにそう考えると、モノブロス装備を着てるハンターはとんでもない勇者ですね。ちなみに初代モンハンではオフラインで最強の防具だったらしいよ。さすがは英雄装備ですよ。一式装備で攻撃力アップ台と麻痺無効がつくんだけど、当時はかなり恩恵が大きくて、その上防御力も高いっていうね。盛りだくさんです。特に防御力とか、ガンナー装備で下手な剣士装備よりも高いってくらいだよ。めちゃめちゃ硬いじゃないですか。まあデメリットとして腹減り増加もついちゃうから、みんながみんな使ってたわけではないみたい。腹が減っては戦はできないですからね。次はバカデカ。ハイリークムント。ボーンブレード派生、レウス素材の体験だよ。骨と剣の中間みたいでいいですね。武器説明を見ると、剣には魂が宿り、優なき者には触れることすら叶わないのだという、と書いてあるんだ。かっけー。ハイジークムントの強化前であるジークムントにはもう一つ派生先があって、レッドノートっていう体験なんだけど、そっちの武器説明には、恐れ知らずの英雄が愛用したと言われる名剣、その刀身は、強を嫌い、優を助ける力となる。と書いてあるよ。さらにかっこいいです。この二つの勇者武器、リオレウスのイメージに合っててすごいよね。なお、実体はヘタレウスだった模様。ちなみに、4では飛行船を改造するイベントがあるんだけど、その時使われてるプロペラのブレードがこの剣の強化元、ジークムントらしいよ。なんだかエコな設計です。続いては、原価上等クギバット。ディアブロスの片手剣、リベットクラブの強化版だよ。物騒な名前ですね。というか勇者装備というより、ヤンキーの装備じゃないですか。いやいや、武器説明文を見てほしい。東方伝来の騎馬付きコンボを、勇者の武器だと骨じじは語る、と書いてるよね。東方伝来ってこれ、絶対日本のヤンキーから伝来してますって。ヤンキーから伝来しようと、骨じじが勇者って言ってるんだから。これは紛れもない勇者装備だよ。うさんくさすぎますよ。っていうかまず骨じじって誰なんですか。初代モンハンのオンラインの街、ミナガルデに生息する職人のおじいさんだよ。京子さんキャラじゃないですか。初代モンハンといえば、ココットの伝説で有名だよね。さっきのモノブロスを一人で倒せたら英雄の元になった逸話ですよね。そうそう。だからモノブロスと対をなすディアブロスを倒した証として、この釘バットも勇者装備なんじゃない。まあ、そういうことにしておきましょう。次はゼルダファン歓喜、マスターソード。ご、まだで。OG で登場した、ゼルダの伝説とのコラボで追加された片手剣だよ。原作では、主人公がストーリー終盤あたりで手に入れる最強の剣、って感じで、知ってる人もかなり多いんじゃないかな。ゼルダの伝説は有名なゲームですからね。セブンイレブンで受け取れるイベクエをクリアすると、レシピが解放されるんだけど、性能もスキルが揃えばかなり強くなるから、使ってる人も結構いたよ。ついにコンビニで勇者になれる時代に。ただ、その代わりと言っていいのか、強化に要求される素材がエグいんだ。赤無さんの宝力にウカムさんの宝力や、クシャさんの宝力にテオニャンの宝力。極めつけに、ブラビモスの天格まで要求してくるよ。欲張りすぎません。まあその分強いから、頑張ってでも作る価値はあるんだけどね。ゼルダファン的には、性能関係なく作りたいでしょうしね。そして実は、マスターソードはクロスシリーズにも登場したんだけど、その際にかなり弱体化してしまったんだよ。そうなんですか。スキル覚醒によって、つけることができていた非属性は、ダブルクロスに覚醒自体がないから、つけられなくなってるし。かといって、無属性片手剣として使おうとすると、高くない攻撃力に、紫がない切れ味ゲージ。攻撃の期待値を計算すると、無属性片手剣ワースト2という、マスターソードの名に恥じる不遇っぷり。ゼルダファンくんぬ。しかも要求される素材は、OG から変わらず欲張りセットのまんまだよ。この武器。さらにダブルクロスのアトラルカの片手剣はマスターソードの完全上位互換だから、ただでさえ少ない出番がもっと少なくなっちゃったっていう。マスターソードのこんな姿見たくなかったです。続いてはこちらもゼルダの代名詞、勇者の弓。マスターソードと同じようにゼルダのイベクエで作れる武器だね。これまたファン歓喜ですよ。ただこの勇者の弓、なんとマスターソードとは正反対の歴史をたどった武器なんだ。どういうことですか？OG では、マスターソードと同じくらいレアな素材を要求される割に、かなり微妙な性能になってるんだ。あらら。でもなぜか、ダブルクロスではベラボーに強化を受けて、めちゃめちゃ強い弓になっちゃったっていう。確かに、OG で強い剣とダブルクロスで強い弓で、まるで逆になってますね。というか、武器のぶっ壊れ具合は弓の方がおかしかったから、
マスターソードとは比べちゃいけなかったかな。伝説の剣さん。と、ここで同じくゼルダコラボで追加された古代兵装弓も紹介するよ。いい見た目してますね。元ネタはゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドに出てくる弓なんだけど、この弓は少し特殊で、矢の飛距離がゲーム中でトップクラスに長いんだ。ほうほう。ダブルクロスでは貫通型の弓として出てくるんだけど、すごい原作再現できてると思うんだよね。どういうことですか？貫通やってクリティカル射程が他の矢より長いっていう特徴があるよね。ああ、射程の長さが再現されてるってことですね。そうそう。それに、ブレス・オブ・ザ・ワイルドで古代兵装弓は矢を一本しか撃てないんだけど、モンハンの貫通矢も一本しか撃てないから、その点も合致してるんだ。もはやモンハンに来るのを見越してます。他にも細かいところまで再現されてるから、ゼルダファンは大興奮しただろうね。自分の好きなゲームとのコラボって、めちゃくちゃ嬉しいですからね。続いては、リンクなりきリセット。勇者シリーズ。これも剣や弓と同じで、ゼルダのコラボ装備だよ。リンクと言ったらこれっていう、おなじみの格好ですね。実はこれとは別に、もう一つコラボ装備があって、ハイリアシリーズって言うんだけど、こっちはいつものリンクと違って、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのリンクの装備なんだよね。リンクが青い服って、新鮮でいいですね。武器と一緒にこのシリーズも揃えて、みんなでゼルデンごっこしよう。一緒に祝ろ、いや、バサルも叱りましょう。次はオシャレアイテム？剣聖のピアス。これ一つで、スキル心眼が発動する優れものだよ。めっちゃお得ですね。剣聖のピアスって、いろんなシリーズに出てるんだけど、毎回ピアスの入手に、闘技大会が関係してるんだ。あの狭いとこで戦うあれですか？そうそう。闘技大会を全ての武器でクリアしたり、早い時間でクリアしたりするとゲットできるよ。結構手間はかかりそうです。この剣聖のピアスの説明文を見てみると、かつて王都を救った剣聖が愛用していた、と書かれているんだ。これぞまさに、勇者の装備って感じだよね。設定がかっこよすぎますよ。ちなみにサードでは、集団演習っていう、マルチ版の闘技大会みたいなクエストがあって、それをクリアすることが、剣聖のピアスの入手条件なんだ。ただ、マルチを想定して体力を設定してるから、ソロだとめちゃめちゃ厳しい難易度になってるんだよね。でも、時間をかければなんとかなるんじゃ。残念、あまりに時間がかかるとスコアが落ちて、ピアスはゲットできないよ。また、トライで入手するためには、オンラインのクエストをクリアするのが必須だから、サポートが終了した今では、もう入手できないんだ。持ってる人羨ましいです。そんなわけで、トライでこのピアスを持ってる人は、周りにひけらかしましょう。はい、友達いなくなるやつ。次は、中二心がくすぐられる。高まる強制の重装。ダラーマジュラの素材で作れる、ガンランスだよ。あのクソデカヘビさんのですか。装備説明には、蛇王竜をほふりし英雄に刻まれる、秘められた力の解放と封印。何時の魂に勇気あらんことを、って書いてあるよ。古風な文体がかっこいい。ダラーマジュラの武器は全部、説明を見る限り英雄の武器だと言えるんだけど、ガンランスは特に、勇気というワードが入ってたから、代表して選出させてもらったよ。なるほどです。ちなみにラスボス武器とあって、性能もなかなか良かったから、特に総中棍とか、かなりお世話になったなー。この前の動画でも紹介してましたよね。そして、同じくダラさんから作られる勇者装備、リベリオンシリーズも紹介するね。お願いします。装備説明には、何時、刮目せよ、逸話の権限、蛇王竜を制した輝ける栄光を、神々しき兜は、英雄の証明、とか、何時の誇りは何ぞ、我は義とす、天を降せし勇士が、かの蛇王竜王手に従えしを、とか、中二心を大くすぐりする内容が書いてあるんだ。何なんですかこの近畿感。ただ、こんなことを書いてても、発動スキルが微妙でなかなか使いづらいようです。でも私はかっこいいから使います。次はちょっとややこしい。な、ディレクター。責任者ですか？それはディレクターね。この武器は、コアマガラとシャガルマガラの素材でできる片手剣だよ。武器説明には、大きさの割に異様に軽い短剣。虹色に輝く剣と、盾の絶妙な攻守が、持ち主を英雄へと導く、と書いてあるよ。私も英雄へと導かれたいです。この武器、性能的に悪くないんだけど、4G、ダブルクロスの両方で、これより優秀な竜属性の片手剣が多いから、なかなか活躍できなかったんだよね。それは悲しいですね。だから使われるとしても、実用性よりロマンを重視した感じになっちゃうっていう。結局ハンターはロマンですよ。次は、モンハン漢字検定特急。普通の剣舞。なんて？普通の剣舞、ね、ダレン・モーランのスラークだよ。こんなん読める人いませんよ。武器説明を見てみると、ハンラの英雄が魔物を退治した際に携えていたという戦舞。荒ぶる一撃は大地を割り裂くと書かれてるよ。脱いでるのが下半身の方だったら偉いことですよ。もしそうだったら携えていた戦舞が違う意味にもこれ以上はやめときましょう。
ところでこの武器って、金太郎伝説を元にした武器らしいんだよ。あのおかっぱのですか？そうそう。半裸、斧、魔物退治、普通って言葉から、おそらくそうではないかと言われてるんだ。絶対それじゃないですか。こういう現実の伝説を元に作られた武器って、あっこれあの話が元ネタか、って気づいた時にすごい感動するから。個人的にはかなり好きなんだよね。カプコンさんも粋なことをしますね。続いては4シリーズより、ザ・勇者装備。勇者の羽飾り。名前からして勇者装備ですね。一応装備説明にも、闘技大会の猛者に与えられる名誉ある羽飾り、諦めない心が勇者の素質。って書いてるよ。あ、これ闘技大会の報酬なんですね。そうそう。単体モンスト討伐を全部 A ランクでクリアすると、受付嬢からもらえるんだ。装備すると、増幅のスキルポイントがつくよ。それにスロットも3つ空いてるね。スロットたくさん空いてるのいいですね。ちなみに増幅スキルは、属性攻撃強化とアイテム使用強化が合わさったもので、割と便利で強いんだ。けど、羽飾りで一発発動するならともかく、スキルポイントがちょこっと増えるくらいだから、わざわざ取りに行く必要はないかなって感じ。よっとした記念みたいなもんですかね。次は英雄王の剣、真剣ファルシオン。名前がいかにもって感じです。ファイアーエンブレムコラボで追加された英雄王マルスの片手剣だよ。ファイアーエンブレムのイベクエをクリアすると作れるね。モンハンってここともコラボしてたんですね。このファイアーエンブレムに限らず、いろいろなところとコラボしてるから、他のが気になる人はこの動画を見るのをおすすめします。もう一回見返してきます。と話を戻して、このファルシオンは有属性武器としてかなり強いんだけど、優秀すぎる有属性片手がいくつかあるから、効率を考えると候補から外れちゃうんだよね。名前は確実に一番強そうですけど、マースターロードシリーズと一緒に装備すればファイアーエンブレムごっこができるから、強さとか関係ないでしょう。エンタメ性極振り装備ということにしておきます。次は一家に一台、精鋭討伐隊巡符。名前の語呂がいいですね。この武器は鉱石素材のチャージアックスで、武器説明を見てみると、見事に鍛え上げられた鋼鉄の巡符、数々の戦果を上げた英雄も使っていたと言われていると書いてあるんだ。戦士御用達の武器ってことですか？実はこれ、チャークが追加された方の最初からボックスに入ってる武器だったんだよね。初期武器ってことですか？そうそう。それに放ってストーリー中に作れるチャークが少なくて、序盤にしては優秀な性能をしてるから、多くのチャーク使いがお世話になったと思うよ。また次シリーズのダブルクロスでは、その素材集めの簡単さと高い性能から、多くのチャーク使いが G 級攻略に使ってたらしい。大活躍じゃないですか。どうやらカマキリさんを倒すところまでこの武器を担いでた人も多いみたいだから、そりゃ数々の戦果を上げた英雄も使っていたって書かれるよね。戦果の数がとんでもないことになってそうです。続いてダブルクロスより、微妙オブ微妙、ハント S シリーズ。鉱石や小型モンスの素材で作れる上位防具だよ。見た目はちょっと強そうですけど、腰装備の説明を見てみると、多くの剣士に一目置かれるこの腰用装備は、かつて英雄と呼ばれたものに捧げられたしな、と英雄装備だとわかる内容が書かれてるよ。こんなすごい説明文をしておいて、性能は微妙なんですか？そうだね、まあ鉱石と小型の素材の防具が強い方がおかしいんだけど。確かにそうでした。でも回のハントシリーズはなかなか優秀で、序盤の攻略に便利な千里眼スキルを発動できるんだ。おまけに高速設置のポイントもついてくるよ。まさにハントって感じですね。ところが上位になると、防御力とボマーのスキルポイント以外は何も変わらないんだ。必要な素材もモンスターの体液とか上質な毛皮みたいな集めるのがだるい素材で、これを作るなら他の防具を作った方がいいんだよね。もうちょっと簡単な素材だったらまだ良かったんですけどね。次はクロスシリーズより、ガチガチのガチ、マスターシリーズ。ココットチケットなどから作るヒーローブレードの防具版みたいな装備だよ。意外とオシャレですね。装備説明には、今代の英雄に捧げられた鎧、胸に舞う赤い竜は勇猛と姿勢を象徴する、とオシャレでかっこいい内容が書かれているんだ。ぜひヒーローブレードと一緒に装備したいです。ただ残念ながら、入手時期の問題であまり使われなかったんだよね。一体どんなタイミングで入手できるんですか？まず村と集会所の両方を星6まで進めて、タンとホレ年石炭をクリアしたら、集会所星6の同盟化クエストを2つ以上クリアして、解放される集会所星7のラージャン3等クエストをクリアすることで、
ようやっと解放されるんだ。道のり長すぎません？しかも生産に使う素材がちょっとえげつなくて、一つの部位を作るのに、ココットチケットと勇気の証を2枚ずつに、イニシエの遊骨3つと、有力1つがいるんだ。多すぎー。それにこの装備が作れる頃には、これより強い装備なんていくらでも作れるから、使うどころか、作られることも少ないっていう、完全にロマン装備ってことですね。続いては、あんまりいらない。ケイデンの太刀。里クエストで、マガニャンを倒すともらえるよ。ジジイには少し思い立ちきたー。マガニャンを倒して里の救世主になった主人公が、里をさ、普賢から受け取ったこの太刀。実は彼も、前の里をさから受け取っていたみたいなんだ。まあ名前にも、ケイデンってありますしね。50年前、百竜夜行とマガニャンによって里はボコボコにされ、かなりの被害が出てしまったのは知ってるよね。はいはい。今は亡き当時の里をさから、ケイデンの太刀を受け取っていた普賢は、自分がこの宝刀を受け取る資格があるのか、悩んで苦しんだ後、里のみんなのために、この宝刀と一緒に里をさとしての責任も受け継ぐことにしたんだ。普賢さん。こんなにも特別な太刀を渡したっていう、主人公への信頼は凄まじいものだよね。もしかしてこれって、次の里をさは主人公なんじゃ？さあ、どうだろうね。ちなみに後から聞ける話だと、もともと儀礼用の宝刀だったから、攻撃力はあんまりないらしい。これにはちょっとがっかりです。それに普賢は時たま、お肉を切って食べるために使っているらしいよ。普通に問題行動で草。いやー、個性的な装備がいっぱいでしたね。モンスだけじゃなく、こういう装備の設定も凝っているところがすごいよね。皆さんの思い出に残ってる装備があれば、ぜひ教えてくださいね。それではご視聴、ありがとうございました。